皆さんお世話になっております。にゃっております。白猫プロジェクトプロデューサーの浅井なんですが、あれなんか今日なんかおかしいっすね、この周りの感じ。何を隠そう、今日はコラボ第2弾のですね発表ということで、スペシャルゲストをお呼びしているので、こちらの空間にお邪魔しております。それでは早速ご紹介いたしましょう。第2弾のコラボですね、こちらです。どうぞ。ミクラのということでですね、コラボ第2弾として初音ミクさんに来ていただきました。皆さん拍手。いやー、なんて言ったらいいんですかね、直接は初めましてですね、どうも初めましてというところでございますが、本当にですねこのコラボですね、白猫で実現できて嬉しいです。嬉しいね。実はですね、初音ミクさん今年で10周年ということで、おめでとうございます。ありがとう。まあ、この10周年にふさわしいコラボですね、用意しなければというところで気合入れて作ってますんで、早速ご紹介していきたいと思います。よろしくね。さあ、それでは早速今回のコラボイベントをご紹介していきたいと思います。ミクさんよろしくお願いします。まずはですね、こちらのキービジュアルからいきたいと思います。ドン。ということでですね、今回のイベントの名前は私とあなたの初めての音、初音ミク10th Anniversary Project というところでご紹介していきたいというところです。今回ですね、今僕の目の前にいる初音ミクさんですね、登場していただくんですが、それ以外にもですね、ミクさんが3キャラクター登場します。そして今回なんですけども、多くのイラストレーターさんに参加していただいてですね、覚醒絵たくさん用意してます。ちょっとせっかくなんでご紹介していきたいと思います。こちらです、じゃーん。ということでですね、今回登場する私とあなたの初めての音のキャラクター3キャラクターそれぞれにですね、覚醒といいますか、イラストをたくさん用意しつつ、そして当然ミクさんといえば音楽ミュージックというところありますので、各キャラクターにですねイメージのサウンドも作っていただいております。新しい音だね。そうなんです、新しい音用意してますので、こちらですね一つ一つでは紹介していきたいと思うんですが、その前にですね、今回のイベントのストーリーご紹介していきたいと思います。ストーリーこちらです。長い眠りからある日突然目覚めた歌を歌うアンドロイドのミク。彼女は他のミクたちとの出会いを通じて、自分だけの音を紡いでいく。ということで今回のストーリーはですね、ミクさんが頑張るストーリーなんですね。私ならきっとできる。ミクさんならきっとできると思います。ではですね、こちらのイベントに登場する初音ミクさん以外のミクさんを紹介していきたいと思います。まずはこちらから参りましょう。じゃん。ということで、まず一人目はですね、花咲ミクさんですね。なんかいいですね、こうバラの感じって言ったらいいんですかね、ちょっと大人びた感じのミクさんな感じで。こちらの花咲ミクさんのですねイメージサウンドなんですけども、デコニーナさんにお願いをしておりまして、今回もバッチリいい音楽作っていただいておりまして、3キャラクター全てご紹介した後にですね、ムービー用意してありますので、そちらでお聴きいただければっていうべきですかね、準備してますんで楽しみに待っていてもらえればと思います。どうですかね、ミクさん。私も会ってみたいな。で、今回あの白猫プロジェクトを遊んでいらっしゃる方々にはですね、ちょっとニヤッとできると言いますか、白猫に登場するキャラクターの覚醒ですねを、まあ、イメージしたらいいんですかね、それぞれのイラストがどのキャラクターのイラストをイメージしているのかなんていうところもご想像していただけると、また楽しく遊んでいただけるんじゃないかななんて思ったりしています。さあ、では2人目のキャラクターご紹介していきたいと思います。2キャラクター目はこちらです。じゃん。響きミクさんですね。イラストレーターはですね、なぎみそさんという方にお願いをしております。かわいいっすね、ちょっと淡い感じといいますか、このタッチとか目の感じとかすごく素敵だなと思ったりしますけども、お願いしているという形になってます。イメージサウンドですね、ささくれ UK さんですねにお願いしてますというところになってます。ちょっとこう黒い感じといいますか、ダーティーな羽を身につけたりしますけど、ミクさんどうですかね。みんなみんなとっても綺麗。まあ、でもミクさんのトレードマークといいますか、ツインテールっぽいところも残りつつ、とはいえこうオリジナリティもあるといいますかいうところもありつつで、
どんなキャラクターなのか僕も楽しみだなと思ったりしています。担当していただいているイラストこちらですね、こんな感じになってまして、全てが見られるところはゲットしていただいた後にご覧いただければというふうに思ったりしておりますというところです。さあそれでは3キャラクター目ですね、今回最後のご紹介になりますが、ご紹介していきたいと思います。こちらです。じゃーん、姫星ミクさんですね。一度白猫プロジェクトでもイラスト担当していただいたことがあります。バズさんにご担当いただいてます。かわいいなー、かわいいなー。ちょっとこれまでご紹介した2キャラクターと違う感じですね。サウンドはですねミッチー M さんにご担当いただいておりまして、こちらも後ほどお聞きいただければというふうに思ってます。ちょっとこう足元にいるぬいぐるみとか気になりますね。ドラゴンライダーですね、非属性のドラゴンライダーって形になってます。イラストもまたこちらも少しご覧いただければと思ってます。じゃん、かわいい。今全部お見せしたい感じな気持ちもあるにはあるんですが、まあ、そちらはゲーム本編遊んでいただいてのお楽しみというところで、ぜひぜひキャラクターゲットして楽しんでいただければと思ってます。3人のミックさんですね、ご紹介してまいりましたが、今回ですねキャラクターそれぞれのご紹介動画も用意しておりますので、早速ご覧ください。にゃんにゃん。はい、ということでご覧いただきましたが、皆さん本当に可愛らしい感じでしたね。とっても良かった、本当に。なんか隣のミクさんも可愛くてですね、ちょっと僕も緊張しちゃう感じがなきにしもあらずですが、こちらの3キャラクターのミュージックビデオですねご用意しておりまして、ご覧いただくのはダイジェスト版なんですが、もちろんあのフルバージョンの制作もしておりましてアップする予定ありますのでご覧いただければと思ってます。ではダイジェスト版ご覧いただきましょう。ミクさん一緒にお願いします。にゃんにゃん。世界から愛たいの人だって間違いじゃない、やないだって笑われても壊されても殴って殴って殴って進めるよ。シャイの人だをやってたとえどうなろうが構わないわ、この気持ちに鼓動を乗せて歌って歌って歌って会いたいな。素敵な音楽でしたね。みんなと同じように歌えるようになりたい。いやミクさんもきっと歌えると思います。イベントの方も、しっかりと、作り込んでおりますので、そちらの紹介もしていきたいと思います。まずはですボスです。こちらです。じゃん、怖い。なんかちょっとこういつもの白猫プロジェクトとは違う感じのボスになってますが、こちらのボスですね、また少し動いている動画用意しておりますのでご覧いただければと思います。ミクさん一緒にお願いします。では参りましょう。こちらです。ニョンニョン。いやーなかなかの迫力じゃないですかミクさん。怖い。大丈夫ですミクさん、頑張って一緒にですね倒しましょう。今僕と話しているミクさんはゲーム内で
ゲットすることができます。ということですね、ミクさん今回2バージョンご用意があります。まあ、今一緒にお届けしているミクさんはですね、ゲームプレイしていただくと、まあ、割と早い段階でといいますか、ゲットができるんですが、ちょっと難しいところもあるかなと思うんですが、頑張ってクリアしていただくとですね、この左側のところの10周年記念版になれるという仕掛けを用意してます。でこちらなんですけども、まあ、衣装チェンジって言ったらいいんですかね、この左側のバージョンですね、10周年バージョンにチェンジしていただくと性能も変わると、強さですね変わるという形になってますので、ぜひ一緒にボスも倒していただいて10周年版になれる状態になってもらえればというふうに思ったりしています。あとはですね、もちろんそれだけじゃなくて、ゲームプレイしていただくとスタンプですねがゲットできたりとか、武器、ミクさんといえば僕はもうイメージネギだったりするんですけど、こちらの建物なんですけども、見てください、これミクさん10周年お誕生日ということでお祝いの形になってます。おめでとうございます。という記念の建物になってますので、ぜひぜひゲットしていただければと思います。さあということで今日のご紹介以上になりますが、いかがでしたか、ミクさん。なんだか楽しくなってくるね。嬉しいね。はい、そうですね、今日僕もミクさんと一緒に情報をお届けできてすごく楽しかったです。詳細はですね、サイトですね、特設サイトの方も、できておりますので、ここかな、こっちになります。こちらも合わせてご覧いただければと思ってます。それでは、3大コラボ第2弾ですかね、初音ミクコラボ近日公開となってますので、皆さんお楽しみにしていただければと思います。それではさようなら。さようなら。にゃんにゃー。